皆さん、こんにちは。今回は、アグレッシブなワブルベースを、作りたいと思います。まず、シンセ1、ブラストリングスを、デフォルトノートに戻します。次に、オシレーター1を、サイン波に、オシレーター2を、三角波にします。そして、FM 偏調を使います。この時、ミックス値を、オシレーター、1に、全部振らないといけないのに、忘れてました。動画でもやっているように、音が、いろいろ変化するので、自分の好きな、音色の組み合わせで、ワブルベースを作ってみると、面白いかもしれません。今回は、剣術の通り、サイン波と三角波でいきます。次に、LFO を使い、フィルターを操作します。この時、フィルターのアマウント値を最小に、LFO のアマウント値を最大にし、サイン波で操作すると、ワブルベースの完成です。ここでようやく気づいて、ミックス値を直しました。オシレーター2を、少しでチューンすると、いいかもしれません。これで、ワブルベースの完成ですが、アグレッシブではありません。そこで、フィルターの、サチュレーションを上げると、あら不思議、アグレッシブになりました。また、ユニゾンをかけ、デチューンしても、いいかもしれません。これで、アグレッシブなワブルベースの解説は終わりです。お疲れ様でした。